よし、一撃必殺ね。討伐以来達成。次よし、一撃必殺。でも今の動き方には少し無駄があったわね。反省。あれねえ君、さっきからよく会うけど、君は賞金稼ぎ？それとも用心棒？まあいいけど、ところで君、名前はなんていうの？そう、なるほどね。私の名前は美冬よ。以後お見知りおきを。メルクリウス財団に所属してる。報酬次第で何でもこなす傭兵よ。もしくはどこででも時給で働く敏腕アルバイトよ。ところでさっきの君の剣さばき、もたもたしてて見てられなかったわ。君は戦いに一番必要なものって何だと思う？ただ勝つだけじゃダメ。正解は効率よ。最短の動きで最高の効率を得る。それこそが私の目指す最強の傭兵。時は金なり、時間は待ってくれないの。つまりのんびり敵を一匹倒して余韻に浸る暇があったら、もっと効率的に動いてもう一匹倒すわけ。ちょっと見ててくれる？実演してみせるから。敵を一撃で2匹倒すには、最初ドーンといってグイッときてこう。ざっとこんな感じよ。あ、待って、もっと効率的な倒し方を思いついたわ。もしかしたらこう振りかぶった後にこうやってこうしたら3撃目を当てることが。痛めてないわ。痛めてないってば、本当よ。でも君のあの攻撃、なかなか威力はあったように見えたわ。剣さばきはおぼつかないものの、きちんと鍛えれば結構な戦力になると思うのよ。そうだ、君、私の弟子になってみない？効率的な倒し方を手取り足取り教えてあげるわよ。いいえ礼には及ばないわ。これから定期的にこの平原で君をしごいてあげるからね。こうやってこう。腰が。ところで教官料は大負けに負けて時給750ルピでいいわよ。どうしたの？狐につままれたみたいな顔して。まだまだ腰が入ってないわ。違う。いい？ここをこうして狙いを定めて一点突破。そしてすぐ後ろに下がる。このヒットアンドアウェイが基本よ。そう、いい感じね。おーい、誰か助けてくれー。あら、大きな声を出しながら街の人が走ってくるわ。何かしら。何があったの？それが廃墟になった古城で子供たちが遊んでたら、魔物が突然襲ってきて、子供たちが古城に取り残されてしまったんだ。あんたたち頼む、腕に覚えがあるなら子供たちを助け出してくれ。そう、助けたら何ルピー出してくれるの？本気で言ってるわけじゃないわよ。分かったわ、私たちが助けに行くわ。無償で。敵は何体ぐらい？効率的に倒すから事前に教えてくれると助かるわ。ふむふむ、なるほど。よし、古城に行くわよ。ここが古城ね。さあ君、早速実践よ。効率的に倒していってね。おりゃー、どけどけー、うりゃー、乗り込めー。子供たちは一体どこに？あそこにいたわ。高窓の縁にしがみついて魔物から逃げてる。誰か助けてー。魔物ももう大体一掃したかしら。君たち今助けるわ。よいしょっと。しましてたまにはこういうのもいいものね。ありがとうよ姉ちゃん。その謝礼は出せなかったけど、せめてその服ぐらいはこっちで修繕させてくれ。服？ああ、ずいぶん派手に破れたわね。嫌になっちゃうわもう。でもまあしばらくはこれでいいか。今日この後魔物討伐の依頼を受けてるから、そこでもまた破れる可能性があるなら、このままでいる方が効率的じゃない？え？これで隠せって？女の子がそんな格好してちゃダメか。そういえばそうだったわね。女の子という概念が自分にあったことすっかり忘れてたわ。ありがとうね君。これで修理完了ね。おう、手伝ってくれてありがとな姉ちゃん。いいえ、それじゃあバイト料1万ルピー。うん、確かに毎度いいじゃ。収穫完了ね。はい、バイト料2000ルピー。毎度ありじゃ。あら君、奇遇ね。この格好？新薬開発の治験のバイトを受けてる状態で、新聞配達をしながらおしゃれな剣にタンポポの飾りをつけるバイトをしているのよ。でもさすがにちょっと疲れて。がとう。どうしたのかしら、急に体がふらついて。え、すごい熱だですって。疲労がたまりすぎたのかしら。どうしよう、まだこなさなきゃいけないノルマがこんなにあるのに。え、君が？あら、新聞配達かい。どうもありがとうね。タンポポつけ終わってるじゃねえか。新品の件にタンポポが乗ってると乗ってないじゃおしゃれとか大違いだ。ありがとうな。どうしたんですか？私の手を引いて。え、治験の患者が倒れたから直接来てほしい。わかりました、今行きます。助かったわ。君に助けられるなんて。師匠失格かな。ありがとう。ねえ、熱があるからこんなこと言うのかもしれないけど、熱が下がったらまた君の師匠としてビシビシ鍛えるから。今だけはこないだ言ってくれたあれ、本気にしてもいい？今だけ自分のこと一人の女の子だと思って。君に甘えてもいい？今日はおかゆ食べたいな。それじゃあ今日も鍛錬行くわよ。私の攻撃を受けてみなさい。やるわね。刃の交差したところから火花が散っているわ。あれ、火花じゃない。全然消えないわ、この光。しかもだんだん大きくなって。まだ追ってくるかしら。君、ちょっと黙って。口を塞ぐわよ。そうだ、この背中を使えば。君、ちょっと背中に隠れさせてもらうわよ。あ、来たわ。なんとかやり過ごせたみたいね。え？今の女性の大群は何があったのかって？それがね、私バイト先で女性の労働環境向上を訴えていたり、賃金向上のために尽くしてたら、いつの間にかあんな風に女の子たちに慕われるようになってて。明日バイト先でダンスパーティーがあるんだけど、それに私をパートナーにしたいっていう申し込みが殺到して、あんなことになってるのよ。え？男性となんて話したことないわよ、君以外とは。ってちょっとかわいそうなものを見る目で見ないでよ。あの子たちが戻ってきたわ。今度はそこの路地裏に入ってやり過ごすわよ。一緒に入って、君。勢いで入ってみたものの、この路地裏狭いわね。仕方ないじゃない。成り行きでなんだか入っちゃったんだから。あ、まだ頭が出てる。もっとくっつかないと隠れられないわよ。まだ若干はみ出てるかしら。もっと効率的に隠れるにはこの腕をこうやって頭に回すように。ちょっとなんだか体が熱いわよ。でもまだ効率的じゃないわね。もっと効率的に隠れるには君の頭をその私の太ももと太ももの間に入れれば。わかったわ。そのまま頭を下げて。私の太ももと太ももの間に。やっぱりダメ。どうだった？私からのプレゼント。いい夢見られた？今のはね、あんたと美冬の記憶のかけらをもとに私が作った夢なのよ。それにしてもずいぶん役得だったわね。まあいいけど、あんたがもっと記憶のかけらを集めたらまた夢を見せてあげるわ。たくさんの女の子との夢を見ること、それが世界の真実にたどり着くことになるの。頑張ってね。それじゃまたね。あれ、今のは夢？君も同じ夢を見てたの？不思議なこともあるものね。それにしても非効率的なことをしてしまったわ。でも君があんなところに頭を入れようとするから、いくらなんでもそれは。あ、もうこんな時間。バイトに行かなくっちゃ。それじゃあまたね。